演舞開演。どうも、本日はこちらファミリーマートのライザップ監修抹茶ショコラプリンを食べたいと思います。あー、ライザップの新作、今回はどんなプリンになってるのかな。抹茶プリンやショコラプリンは以前出てきた、その2つが合わさるとどうなるって感じですね。では、いただきます。今回はこっちの勝ちかな。全体的に抹茶の要素が強くて、ショコラの要素が少し控えめでしたね。トロトロとしたとろけ方は非常に美味しかったんですが、もうちょっとチョコレートを感じても良かったかもしれません。抹茶としてはほろ苦くて和風のデザートといった感じで美味しかったですよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。